注意ください。
の時俺はもう少し話しておけばよかったんだろうか。いや、結局いつだって結果は同じさ。俺はとにかく前に進むしかないのさ。ロケの苛立ちも、オフラインチェックの意義、データ編集のストレス、テロップ入れの労力、その全てが無駄になる時がやってきた。波乱の先にあるのは、どんな意味の試編集なのか、それともスーパー差し替えの悪夢なのか。俺の職場はいつだって不安の戦場さ。テレビ制作の主戦場、今しかない。東北道安行方面です。彼女の何も